スローダウンというトリックを紹介します。これはヨーヨーを投げ下ろした勢いで戻ってくるヨーヨーをキャッチするトリックです。グラビティプールの時と同じように空回りしないヨーヨーで練習すると習得しやすいでしょう。手のひらを上にしてヨーヨーを持ち、手を前に出します。この時ヨーヨーに巻かれているストリングの向きが正しいか確認しましょう。肘を曲げて手を肩の近くまで持っていき、そして手首も少し曲げます。これがヨーヨーを投げ出す前の構えです。肘をまっすぐに伸ばして前に伸びきったあたりで手をヨーヨーから離します。この時ヨーヨーが前方ではなく真下に降りていくようにすると OK です。ヨーヨーが手から離れたら、手のひらは上がってくるヨーヨーをキャッチするために素早く下向きにします。ヨーヨーが一番下まで行くとそのまま上がってくるので、手まで来たらキャッチします。グラビティプールよりも早くヨーヨーが上がってくるので、しっかりと見てキャッチしてください。ここまでできるようになったら、今度は空回りするヨーヨーでやってみましょう。やり方は一緒です。空回りしないヨーヨーよりほんの少しだけ上がってくるタイミングが遅くなります。それは一番降りた時に少しだけ空回りをしているからです。あと空回りしないヨーヨーよりは少しだけ回転力が必要になります。手まで上がってこない場合は、投げ出しの動作を早くしてヨーヨーに回転力を加えてみてください。下で空回りしてしまうようなら、少し強く上に上げてみましょう。以上がスローダウンの紹介でした。